キンプリファンの悲しみのたられば BBC 創業家退場とべ。あと1年続けていれば2022年11月4日、キングプリンス、キンプリのファン、ティアラたちが絶望的な出来事を迎えてから1年が経過しました。 この悪夢の日から1年後、多くのファンが当時の出来事や変化について感傷的に思い返し、SNS 上でその思いを分かち合っています。悪夢の日から1年、2022年11月4日。この日をキンプリファンは決して忘れられないでしょう。翌年にデビュー5周年を控え、個々の仕事も絶好調。 新曲、月読み、も発表されて、メンバー間の中も良好。そんな順風につるほだった金プリから、一度に三人が脱退することが発表された、運命の日ですからね。金プリは平野市二26歳、岸優太、28歳、神宮寺優太、26歳、の三人が、デビュー記念日前日の2022年5月22日に脱退し、ジャニーズ事務所、 現スマイルアップからも退場。岸が9月30日。長瀬恋、24歳、と高橋海人、24歳、は残留し、二人体制へと生まれ変わりました。脱退の経緯、金プリのメンバーは不仲ではありませんでしたが、5周年を向けて話し合いを重ねていく間に、だんだん方向性のズレも感じていた、と、脱退の経緯を公式に説明していました。 長瀬さんが3人の退場発表から間もない同年11月10日にラジオで語った言葉が象徴的です。11月10日に放送された長瀬角のレディオガーデン文化放送で長瀬は自分たちで言うのもなんやけどそれぞれの個人仕事もあって 結構やりたいこともやらせてもらっていたと感じていただけに、俺からしたらその選択肢、だったりがあったっていうことに気づきもしなかった、と涙ながらに語っていました。そして、せめてさ、ニケラ3年、数年はもう少し一緒にやらせてくれ、と説得したが3人の意思は固かったことも明かされました。あと1年続けていれば長瀬さんはニケラ3年と言いましたが、 ファンの間では、脱退騒動からの1年間に起きた、旧ジャニーズ事務所をめぐる騒動の数々から、あと1年続けていれば、という嘆きの声も非常に多い。もちろんたらればの話になってしまいますが、本当に、もしあと1年続いていれば、キンプリは現在も5人のままだったのかもしれないんですよね。脱退の背後にある原因そもそも、 平野がキンプリとジャニーズを脱退した理由は、事務所の前社長である藤島ジュリー稽子氏との確執が原因と言われています。2022年11月の週刊文春によると、ジャニー北川氏、去年87歳の悲願だった海外進出を実現しようと奔走していたのが平野。 神宮寺、騎士だったが、海外での活動について取り合ってくれないジュリー氏に不満を持っていたという。平野は2022年の初め頃からジュリー氏に思いを伝えるため、何度も面談を申し込んでいましたが、ジュリー氏のドタキャンが相次ぎ、途中からは5人で来るように言われ、メンバー5人で会いに行こうとしたものの、それでもドタキャンが続いたとされています。 ようやく5人とジュリー氏の面談が叶ったのはその年の旧月頃。しかし、その席でもジュリー氏はメンバーの話をまともに聞こうとしなかったと、週刊文春では伝えていました。ジャニーズの崩壊と創業家の退場、ジュリー氏は所属タレントの映画やドラマなど映像を中心とした路線を進めていたといいます。 在留した長瀬さんは、今年4月クールの福山雅治さん、54歳、主演の連続ドラマ、ラストマン全盲の捜査官、TBSK、2022年公開の吉岡秀隆さん、53歳、主演映画、D.R. 古藤新良女、など、役者業でも大いに期待されているタレント。そして、当時はジャニーズ帝国に対する忖度で、 退場したら二度とテレビドラマに出られない風潮さえあった。それもあり、俳優業もやっていきたい長瀬さんと高橋さんに退場という選択肢は浮上しなかったのではないでしょうか。ジャニーズの騒動と飛べの設立ところが、平野。 騎士、人従事の脱退が2ヶ月後に控えていた今年3月に、イギリスの公共放送 BBC がジャニーズの課外を特集したドキュメンタリー、J-POP の捕食者、秘められたスキャンダル、プレダター、ザ・シークレットスキャンダルオブ J-POP、を報道。ジャニー氏の騒動が海外で明るみに出るきっかけになりました。 そして、4月には被害者で元ジュニア、旧ジャニーズ JR のカウアン・オカモト氏が日本外国特派員協会の会見を実施。それをきっかけに、カウアン氏以外の被害者の証言も、主に、フミハルで毎週のように報じられるようになりました。その後、沈黙を貫いていた日本の大手メディアも、重い腰をようやく上げて騒動を追求。 騒動は収束せず、9月に創業家であるジュリー社長は、会社に席は残しつつも、被害者保証以外の業務から退場し、ジャニーズ事務所も事実上消滅することになりました。これらの経緯に加えて、ジャニーズタレントの受け皿となる滝沢氏の戸辺を設立もあった。だからこそ、金プリがあと1年続けていれば、 未来への嘆き、あと一年遅かったら、僕たち三人は独立しますが、これからも金プリの活動は五人で続けますってこともあったわけだ。そうですよね。やっぱりあと一年これが早ければって思っちゃいます。結局、今も辛い思いをし続けないといけないんだって思います。金プリにはできなくて、他のグループにはできる。結局は、ちゃんと対応してくれたか。 してくれなかったかなんでしょうね。キンプリもあと一年違ったら5人での未来があったのかな。惜しいしすぎる。そんな声が多くのキンプリファンから寄せられています。旧ジャニーズを退除した二宮和也さん、40歳のように個人の独立と嵐としてのグループ活動を両立するという選択肢だって生まれたかもしれませんよね。ンプリの5人で会社、株式会社キングプリンス。 を作り、そこが旧ジャニーズが立ち上げる新会社と契約してもよかったでしょう。もちろん、株式会社キングプリンスがトベとエージェント契約を結ぶ方法もある。ジャニーズは崩壊していて、もはや圧力や露骨な忖度は発生しない。トベと契約していても、長瀬さんや高橋さんもドラマや映画に出られたでしょうからね。 離脱組の中心平野さんにとって元凶となっていたジュリー氏はもう退場しているわけで、いくら現金プリの二人とナンバー I の三人の方向性が多少違っていたとはいえ、分裂まではせずに済んでいたかもしれない。今となっては全て悲しいタラレバですが、本格的なアーティスト路線を突き進むと見られているナンバー I とアイドルを続けると見られる金プリ。 それでも、グループは分かれず、両立できた未来もあったのかもしれない。あと一年続けていれば、本日は以上となります。は本日